歌手、俳優の山下智久が16日、都内で行われた、フジテレビ系水10ドラマ、ブルーモーメント、毎週水曜あと10時、24日、スタート制作発表に登壇した。出口夏樹、水上講師、岡部大、花子、加穂が参加する中、それぞれが山下の印象を語った。コミックブリッジ、角川で連載中の同名コミックを実写化。甚大な気象災害によって脅かされる人命を守るべく、知恵と知識を駆使して現場の最前線で命がけで救助に立ち向かう SBM 本部、特別災害対策本部メンバーの奮闘を描く。山下は SDM 本部のチーフ、気象研究官を務める主人公、晴れ玄関Qアキラを演じる。